フランツ・リッター・ホン・エップは、ドイツの軍人、政治家。国家社会主義ドイツ労働者党全国指導者、陸軍中将。チチルドルフが描いたエップの肖像が1868年に、バイエルン王国ミュン編ンに、カトリック教徒の画家、ルドルフ・エップとその妻、カトリーナの第一子として生まれた。妹には、ヘレンとアウグステがいる。アウクスブルクの学校で学んだ後、 1887年8月16日にバイエルン陸軍に入隊し、第9不評連隊、ブレーデに配属される。1896年から1899年にかけて、第19不評連隊、敬に響くトールイマヌエル3世に配属され、同時期にバイエルン主管学校で参謀学を学んだ。1900年、疑話団の乱が発生した際には自ら志願して、 キヨシエをもき、鎮圧に当たった。1900年から1901年にかけて、ドイツ領南西アフリカで中隊の指揮官を務め、ヘレロ、ナマクア虐殺にも関与した。1906年に帰国し、1908年から1912年にかけて、第三師団参謀を務め、その後は少佐に昇進し代替指揮官を務めた。1914年、 第一次世界大戦に出征し、西ザールブルクの戦闘で負傷し鉄十字章を授与され、中佐に昇進する。1915年に、セルビアに派遣され、ギリシャとの国境線に配置され、ついで南チロルに派遣される。1916年6月には、ベルダンの戦いに従軍し、マックス・ヨーゼフ君章を授与されると同時に、騎士くらいの助諭を受け、以降、 フランツ・リッターホン・エップと名乗った。その後は、ルーマニア戦線に派遣されたほか、西部戦線やイソンゾの戦いなどに従軍した。1918年春季攻勢に従軍し、プールルメリット勲章を授与され、大佐で敗戦を迎える。義勇軍部隊を、バイマル共和国軍に引き渡すエップとの助、エーベルと1919 19年、国防大臣グスタフの助の支援を受け、 ドイツ義勇軍のエップ義勇軍を組織した。エップ義勇軍には、エルンストレーム、ハンス・フランク、ルドルフ・ヘス、グレゴール・シュトラッサー、オットー・シュトラッサーなど、後のナチ党幹部になる人物の多くが参加していた。エップ義勇軍は、他のフライコールと共に、社会主義者が組織したバイエルン・レーテ共和国を武力で打倒し、700人近い社会主義者を殺害したとされる。 バイエルンレーテ共和国打倒後、エップはバイマル共和国軍に入隊し、義勇軍は陸軍第21ライフル旅団としてエップの指揮下に再編成された。1920年3月にはカップ一機に影響を受け、バイエルン人民党のグスタフ・フォンカール、ミュンヘン警視総監、エルンスト・ペーナー、郷土軍のケオルクエシェリヒと共にクーデターを計画し、 左派的なバイエルン州首相ヨハネス・ホーフマンを大臣に追い込んだ。4月にはルール放棄を鎮圧するため発見された。1921年に国軍第7軍管区都市司令部兵団部長として武器調達の任務についていたレームの仲介でアドルフ・ヒトラーと面会し、6月に少々に昇進する。右派団体に資金提供を行っていたが、 1923年10月31日に、中条で除隊し、右翼政治活動に専念した。左からウルリヒ、ハイネス、ヒムラー、エップ、レーム1927年、バイエルン人民党に入党したが、1928年5月1日には、国家社会主義ドイツ労働者党に入党した。エップはナチ党の集会に参加し、ベルサイユ条約破棄やドイツ再軍備。 反ユダや主義に共感を示し、入党したことに誇りを感じるようになった。エップは、元将軍として、国軍やブルジョワ海層とのつなぎ役としての役割を期待されていた。1928年ドイツ国会選挙では、ナチ党の有力候補として、バイエルンから出馬し、国会議員に当選。ナチ党は十二議席を獲得し、エップはナチ党の国防政策のスポークスマンとして、 国会で活動した。そのため、エップの発言は、国防政策に関する議題のみとなっている。また、同年に、ナチ党国防政策全国指導者に任命され、後に、ドイツの植民地を取り戻すために組織された、ドイツ植民地協会の植民政策全国指導者も、兼務した。1932年には、ジュネーブ海軍軍縮会議に、委員の一人として派遣された。 同年9月には突撃隊最高指導部に配属され独立志向の強いレームら突撃隊幹部を制御する役目を担った。ミュンヘン会談出席のため報読したチェンバレンを出迎えるエップ1933年1月30日、ヒトラーがパウル・フォン・ヒンデンブルク大統領により首相に任命された。3月9日にヒトラーと内務大臣、 ビルヘルムフリックの命令を受けたエップは突撃隊を率いてハインリヒヘルトが首相を務めるバイエルン州政府を武力で解体した。4月10日、エップはバイエルン州の国家代理官に任命され、バイエルン州の統治者となった。エップはアドルフ・アーグナーを副首相、内務大臣に、フランクを司法大臣に、ハインリヒヒムラーをミュンヘン警察長官に任命し、司法権を掌握した。 エップは、ラントトライヒの等し成果に関する暫定法律の代、に法律によって任命された最初の国家代理官となった。しかし、エップは実質的な地方の統治権を持つミュンヘン、ジョー・バイエルンオークダク指導者のワーグナーや、エップの座を狙うバイエルン州首相、ルートビヒジーベルトとは意見が合わずに衝突した。1933年に、ナチ党政権に反対する勢力の 保護抗菌に反対し4000人の釈放を起訴するが、ワーグナーやヒムラー、レームの反対に愛失敗している。しかし、ジャーナリストのエルベイン・フォン・アレキンの釈放には成功している。こうした姿勢から、ベルリンの中央政府から礼遇されるようになり、バイエルン州の実験は、ワーグナーとジーベルトに二分されてしまい、エップは儀礼的な存在になってしまう。1934年に、 バイエルン狩領協会の会長に就任し、1935年7月25日には、不評第61連隊長に就任する。1936年には、ワシントン DC で開催された世界エネルギー会議に、ドイツ代表として出席した。第二次世界大戦中、エップは、他のナチ党指導者とは距離を取ったが、表立って、中央政府を批判することは避けていた。 1945年4月、副官のギュンター・カラッシュ・オラデル・ブロークから、ルプレヒト・ガーン・グロス率いる反乱組織バイエルン自由運動への参加を求められる。エップは反乱に加わり、アメリカ軍の進攻に抗応して、非常事態宣言を出し降伏しようとした。しかし、最終的にエップは計画から離脱するが、4月27日に、 バイエルン州首相パウル・ギースラー率いる新衛隊に逮捕されてザルツブルクに連行されカラッシオラ・デルブロラ首謀者40人は翌28日に処刑された。ドイツ敗戦後心臓病の治療のためバートナウハイムに移送されたが5月9日に病院職員の密告によりアメリカ軍に逮捕され戦争犯罪者としてモンドル・フレバンのアシュカン収容所に収容された。 裁判のため、ニュルンベルクまで移送する予定だったが、健康状態が悪化したためミュンヘンの病院に移送され、1947年12月31日に病院内で死去した。死後、遺体はミュンヘン・バルトフリードホフに埋葬され、ガルミッシュ・パルテン・キルヒエンにあったドイツ陸軍のフォン、エップ将軍兵舎は、砲兵兵舎と改名された。ありがとうございます。